瀬尾さん。うん、久しぶり、イサキ君。ビデオ通話かけっぱなしだった。ネット復旧したんだ。あの、お待たせしてすみませんでした。俺のミスで瀬尾さんの貴重なお時間を奪ってしまって。言うほどイサキ君のミスではなかったけどね。ん？何のことだろう。え？遅刻はこちらだと思っていた。帰宅が遅くなってね。さっき戻ったところなんだ。そうですか。そうだったんですね。君は隣にいるのが黒子くんかな。こんにちは。はい、はじめまして。新たにスタンドに加入した黒子修二と申します。どうも。イクトくんから聞いているよ。瀬尾なるみです。どうぞよろしく。今回はメインストーリー瀬尾研究室編を進めていきます。はい。こちらこそ、お会いできて光栄です。確かクソガキさんも一緒だと聞いていたのだけれど。あ、ヒロインの名前クソガキユイと名付けてプレイをしております。もうすぐみんなと買い物から戻ってくるかと。ただいま。元気よく戻ってきました。あ、あれ、知らない人がいる。あ、そっか、黒子くんと会ってなかったか。シオンも廊下で一緒になったんだ。宿王大附属の日向シオンさんですね。はじめまして、黒子修二です。はぁ、おい、失礼だぞ。はじめまして。ふわぁ、おい、来て早々ソファーを占領するな。注意するのそこ。通話を始めるのにちょうどいいタイミングだったみたいだね、イサキくん。はい、だから気にしなくていいよというさりげないプッシュ。お忙しい中お時間をくださってありがとうございます。いや、クソガキさんとも会えると聞いて楽しみにしていたんだ。みんなが送ってくれたお茶会用のお菓子もちょうど届いたところだよ。海を越えてお菓子の差し入れ、素敵ですね。うん、みんなで選んだのをイクトさんが EMS で送ってくれてるんだ。 EMS 国際郵便ね。ありがとう。負担をかけていないかい。うん、全然。選ぶの楽しい。お、俺もです。お前ら、言っとくが、そもそもこれはお茶会なんてパヤパヤしたもんじゃなく、れっきとしたゼミの定期面談だからな。お茶会って瀬尾さんが言ったんだけどね。歌詞だのなんだのと浮かれて学生の本文を忘れるなよ。もちろん。瀬尾さん。それから瀬尾さん、その大福ですが、粉が飛び散るから同梱しておいたウェットティッシュを使うようにとメモしておいたはずでしょう。ああ、ありがとう、すっかり忘れていた。相変わらず万全なサポートですね。まあ、世話の焼ける教授の元に着くともはやただの日常だ。え？ただの日常の範疇は超えてると思うけどな。瀬尾さんが渡米するとき、現地のスタッフさんたちに引き継ぎって称して、家電の取説並みに分厚い瀬尾さんサポートマニュアル送ってたくらいだし。そうですね、ありましたね。英訳みんなで手分けしたのが懐かしいです。うん、合宿みたいで楽しかった。青春の1ページ。ああ瀬尾研究室は思いやりの深い方ばかりなんですね。取ってつけたようないい子ちゃんコメントだな。すみません。あ、ただ本当にそう思ったので。まったく。カエルの子はカエル、底なし能天気女の弟子は底なし能天気小僧か。黒子くんは決して底なし能天気では。能天気の親玉は黙ってろ。いいか、いいか黒子、俺のやっていることは単なるリスクヘッジだ。リスクヘッジ？ああ、瀬尾さんに何かあれば俺の教授就任が年単位で遅れるからな。海外でトラブルでも起こされたら対処のしようもないだろう。未然に防止するのは当然だ。なるほど。早乙女さんは親切な上に合理的な人なんだな。あ、こうやってポジティブに解釈してくれる、でもウィンウィンに捉えてくれるっていうのは相手にとっても優しさであるよね。そうだね。防止の目的はともかく、リスクヘッジを徹底したいっていうのは僕も同意かな。アメリカにいる瀬尾さんに何かあってもすぐには駆けつけられないしね。うん、間に合わないのは俺も絶対嫌だから、
離れていても俺たちにできることは可能な限りしたいんです。ああ心配をかけないように気をつけるよ。離れても変わらないな、この暖かい空気感。笑みがこぼれるのと同時に切なさも覚えた。こうして一緒に過ごす時間が心を温めるものであるほど、瀬尾さんの記憶からは抜け落ちていくことになる。瀬尾さんは心が揺らぐようなことが記憶から抜け落ちてしまうという持病をお持ちです。だとしてもなかったことにはならない。話し込むうちに空になったみんなのカップに紅茶を注いで、画面の向こうの瀬尾さんに問いかけてみる。治療を進めていると伺ってますが、お加減はいかがですか？うん、今のところ大事はないよ。一進一退だけれど、みんなのこともこうしてしっかり覚えているしね。まあ、ここまで普段通り会話をしてて実は忘れてましたなんて笑えないですからね。よかった、ほんとよかった。このやりとりを通話のたびに繰り返してるんだろうな。日だまりにいるような和やかなひとときは、この瞬間がいかに儚いか突きつけられる時間でもあるのだ。そういえば黒子。はい。お前さっきクソガキに聞いたが、お前瀬尾さんの授業を受けたことあるらしいな。おや、そうだったんだね。じゃあ初めましてではなかったんだ、一方的とはいえ。大学時代に学外でのセミナーを受講したことがありまして。なら君の専攻も心理学かな。いえ、法学部なんですけど、瀬尾さんのお名前はよく耳にしていて、心理的要因による記憶障害について講演なさると耳にして、ぜひ聞いてみたいと思って。実は僕も高校の頃まで記憶が抜け落ちることがちょくちょくあったんです。これは新事実。真白くんが休眠する前のことだ。黒子修司の中にいるもう一人の人格、真白。それでスタンドに加入してから瀬尾さんご自身も記憶障害と向き合いながら第一線で活躍なさってると知って驚きました。うん、なるほど。ですが、とはいえ僕の症状は今ではすっかり治ってるんですけど、相談した保健の先生も思春期特有の一時的なものだろうとのことで、お医者様ではないからね。その程度の小さな悩みであなたに憧れるなんて厚かましい限りなんですが。のられない。いや、肝心なとこ。あれ、電波が。ん、もしもし、瀬尾さん聞こえますか？すまないね。ああ大丈夫。イサキ君の言っていたメンテナンスの影響かな。あの瀬尾さん、あんこが少々。え、ほんとだ、顎のところです。あ、話題変わってしまった。ああこれか。だから俺があれほど腰あんにしておくぞと。粒あんのせいなのかな。でもだってこのお店の大福、粒あんが一押しなんだもん。うん、あのお店なら大福は粒あんだよね。あ、でもこしあんも粒あんも両方あるんだ。どうかな、取れたかな。はい、大丈夫です。よかった。ね、相変わらずぽやぽやしてますけど、そっちでちゃんとやっていけてるんですか？変な取り巻きができていいように利用されたりしてないでしょうね。うん、大丈夫だと思うけれど。ん？けれど何です？知人は少しずつ増えているよ。セミナー後に上校生たちがいろいろと話しかけてくれてね。そういえば中には日本人の女性もいるんだ。女の影、ライバル登場。へえ、瀬尾さんの新しい友達。そっか、瀬尾さんの新しい居場所ができ始めてるんですね。それなら俺もそのセミナー混ざりたい。じゃあだったら長期休暇中に渡米してきたらどうだ。あ、シオン君にスパイさせる気だ。勉強しに行く。まあ四六時中机にかじりついてるわけじゃないだろう。合間に瀬尾さんと周りでおべんちゃら使ってる奴らの動向を伺うくらいできる。早乙女さんもみんなもはっきりとは言わないけど、
心配していることをさりげなく伝えようとしてるんだろうな。モニターの中で瀬尾さんはささらぐ水のように柔らかく私たちに向かって微笑んだ。うん、俺もまた君たちと直接当たり前に言葉を交わせる日々が来るのが待ち遠しいよ。では次回の面談はスケジュールが見え次第こちらで調整しておきます。ありがとう。手間をかけていつも申し訳ないけれどよろしく頼むよ。それから通話を終える前に一ついいかな。黒子くんに伝えそびれたことがあってね。あ、さっきの通信不備のやつこのまま流れちゃうのかなと思いきや。え、僕にですか。じゃあ、それじゃあ僕たちはお先に失礼します。今日はありがとうございました。では失礼します。うん、またね瀬尾さん。ああ、また近いうちに。皆さんがモニターから離れ、僕は瀬尾さんと1対1で向き合うことになった。あえて後にしてくれたのかな。それで黒子くん。はい。改まってちょっと怖いけどね。さっきの君の話、記憶障害の件だけれど。あ、電波が途切れて聞き逃したこと。君はその程度の小さな悩み、そう君は言っていたけれど、苦悩は人と比べることはできないよ。あ、このセリフ黒子くんにはどう刺さるのか。あ、いい方向に向かうのかな、この BGM は。まあ、自分を客観視できることも大事だとは思うけど、ここはあえて主観的になれと。それだけ伝えておきたくってね。ただ人の心を研究してきた人間のごく個人的な見解としてとどめおいてくれると嬉しい。はい。俺を知ったきっかけは君にとって喜ばしいものじゃなかったと思うけれど。けれど。それでも俺の話を聞きたいと思ってくれてありがとう。いえ、そんな。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。黒子くんの過去に関わる話だから気使って1対1の場面でっていうところね。ファイル7、わかるけど違う。紐解いていきましょう。瀬尾さんに聞きたい話は聞けた？はい。それ以上でした。研究室の皆さんと過ごす大事な時間をわざわざ僕のためにまで割いてくれた。僕のなんてことない一言に真摯な言葉を返してくれた。無風の海のように穏やかな人だった。不思議なくらい今心が静かだ。あの、イサギくん？少しだけお時間をいただけますか？黒子さんに一言お礼を言わせてください。もちろんどうぞ。まあ、黒子くんが判断することだけどね。まあ、もちろんダメな理由ないけど。ん？お礼って？みんなが出かけてる間、俺の話をいろいろと聞いてもらってしまって。ありがとうございます。あ、そんな、全然。それに、むしろ勝手に居残ってしまってご迷惑をかけたんじゃないかと、密かに反省していたくらいです。迷惑だなんて、思ってないです。だけど、ただ少し驚きました。黒子さんみたいないい人に分かると言ってもらえたことが。まあ、安易な共感っていうのは危険なところもあったけどね。心理学的には確かに共感というのは距離を縮める。まあ、だからこそ心理学を学ぶ彼らにとっては難しいのではないかと俺は思っていたけど。え？まあ、そんなシーンもありました。でも本当分かるなって。こんな風じゃなかったら、僕が僕じゃなかったら、迷惑をかけずに済んだことも多いし、そばにいてくれる人たちももっと気分よく過ごせただろうし。いい方向に向かいました。すみません。ぶしつけでしたよね。すみません。北条さんの気持ちも考えず勝手なこと。いえ、嫌だったわけではなくって、自分が自分じゃなければって同じ気持ちを抱いていても、その根っこのところにあるものが俺と黒子さんとでは違うような気がして。だから気になって。根っこのところ？それでこれだけは
お伝えしたいと思って、メンバーそれぞれ伝えたいことがあると。気分よく過ごせないなんて、俺は黒子さんといて、そんなことはなかったです。きっと瀬尾犬のみんなも同じだと思います。だから…なので、また来てください。はい。ぜひ。あと、修二さんって呼んでもいいですか？積極的、変わったね、潔くんも。うん。もちろん、俺も潔くんって呼ぶね。伝えてくれてありがとう。いえ。潔くん、遠くないうちにまたお邪魔させてもらうね。はい。待ってます、楠垣さん。いや、この黒子くんが年下と接するっていうね、そういう場面が今後は出てくるってことだからね。研究室に戻ると心音がようやく落ち着いた。イクトさんは出かけたようで姿が見えない。忙しい人。ソファーでくつろいでいた河合さんとシオンがのんびりとこっちを向いた。イサギくん、お見送り間に合ってよかったね、イサギくん。はい。また来てくれるそうです。へー、珍しい。イサギくんが追いかけてまで話しかけに行くなんて。イサギくん足早いもんね。そこではなく。やっぱり俺なんかが迷惑だったよね。そんなことはないんじゃない。でも修二さん親切な人だったから社交辞令でまたって言ってくれただけなのかも。ううん。面談中黒子さんがずっと笑ってるの見ていたけど、あの口角の上がり方と眼筋の動き、首の傾け方は 90% 以上の確率で本心から嬉しい時の顔だよ。よく観察してる。そうですか。それならいいんですけど。心が動けって言ってる時走り出さないと、あと一歩って時踏み込まないと後悔するから。うん。成長したね。飛び出せてよかったね。でも追いかけた目的は黒子さんにフォローの言葉を伝えるためだけじゃないでしょ。どうしてそれを。裏があると。うん、僕も同じこと考えてるから。そうだね。多分俺も一緒、三人で企んでいたと。瀬尾さんがスタンドに入った時は僕たち全員の同意を得る手続きをユイさんに踏んでもらえたけど、だけどスタンドに新しく入る人を僕たちは選べないんだよね。当たり前のことだけどさ。うん。だから俺は修二さんがどんな人か知っておきたい。疑うだけの意味ではなくてね。考えてること本当に3人とも一緒だったね。え、修二さんの経歴書見た？うん、僕も読んだ。スタンドの許可を得た上でイクトさんが共有してくれたその履歴書は、出身校と職歴だけが記載されている簡素なものだった。修二さんって独特だね、謎の男。やっぱりシオン君もそう思うんだ。今日観察した限り黒子さんは一般的にいわゆるいい人にカテゴライズされると思うけど、清いとこしか見えてこないのが不思議なんだよね。冷静に言葉を紡ぎながら河合さんが小首をかしげる。ネガティブな第一印象が覆われて見えないというか、そもそも負の感情が駆け落ちてるようにも受け取れるっていうか。くそ、経歴書もそんな感じだよね。そのあたりがもみ消されていると。修二さんって人の芯がぼやけてよく見えない。負の感情が駆け落ちてる、芯がぼやけてよく見えない。俺もわかる気がする。僕が僕じゃなかったら同じことを自分も断ることに考える。修二さんのつぶやいた言葉が痛いくらいわかる。でも同じ言葉をあんな風に穏やかに笑いながらは言えない。それはそんな自分を受け入れているかどうかっていう、大人になるかどうかの差なのかどうかっていうところ。自分がこんな自分だってことが俺はもどかしくって苦しくってすごく恥ずかしくって、それでも変わりたくって。俺は
この俺がいい、そう思える自分になりたいと願わずにいられなくって。だから、俺が俺じゃなかったらと思うたびに自分は体を縮めてうめいてしまう。それで、潔くんは黒子さんのことどう感じた？瀬尾さんが関わる組織の一員として信頼できる相手だと思う？いや、この短い期間で判断するのは難しいでしょう。いえ、それはまだ何とも。だからこそのまた来てくださいねだったんじゃないの？そっか。実は僕も会ったばっかりだしまだ判断できないよね。ただあの優しい空気に嘘はないと感じました。俺なんかの話も熱心に聞いてくれて、気配りもものすごく行き届いていて、自分の周りにいる人を丁寧に大事にする人、そんな印象を俺は受けて。うん。だけどその分修二さんは自分のことをあんまり、というか少しも大事に思ってないような。それで自分の価値はないのが当たり前みたいな、まあ利他的なのかな。ああ、だからわかるけど違うと思うのか。ああ、こんな勝手なこと修二さんに失礼ですよね。憶測であれこれ言うなんて。相手の内面を想像するのは僕らの研究の基本でしょ。ほら、それに今のは重要な着眼点かも。自分の価値がないのが当たり前。なるほど。潔くん、よく見てる。そんな。俺なんか二人に比べたら全然、謙遜しちゃって。ただ瀬尾さんと深く関わるかもしれない人だからよく知っておきたくって。じゃあ仮に黒子さんって人が今日見た通りのいい人じゃなかった場合を想定すると、スタンドに直接働きかけるのは難易度が高いにしても、リスクヘッジのために僕たちも準備しておかないとね。イクトさんじゃないけどさ、明るい色の前髪の陰で河合さんの瞳が鋭く光った時。おい、俺の噂話なら俺のいるところでしろ。あれ、もう帰ってきたんだ。Wi-Fi の返却に行ってただけだ。その、あの今の話ってひそひそ話。俺は毎日考えることがいっぱいで、男子学生どものヨタ話なんていちいち聞いてられないんだよ。ん？俺がテーブルに置いといたイチゴのギモーブはどこだ？あれ？さっきまでそこにあったんですけど。あ、食べちゃった。食べちゃった？お前。あれは俺があらかじめ2つキープしといたんだよ。言っといてくれなきゃそんなのわかんないよ。よし。よし、今日こそ吊るす。その死んだ目のウサギ。胸ポケットのウサギちゃんね。もう。ココナだってば。あの、俺、今すぐ買ってくるので、潔くんがなぜか尻拭い。ソファー、もう使っていい？マイペース。寝つき良すぎ。シオン、寝ちゃった。とまあ、イチゴの疑問部のおかげで話題がそれまして、学生3人組での黒子調査大作戦は継続ということになりそうだね。この続きは次回にお預けということで、今回は定期面談と称したお茶会をお届けいたしました。黒子修二の記憶障害の件も気になるし、海外にいる瀬尾さんに日本人女性の女の影というね、海外でハメを外している疑惑も気になるところではありますが、今後も引き続き男性目線で彼の気持ちを紐解く乙女ゲーム実況者として、そして 2.5 次元アナウンサーとしてプレイをしていきます。高評価やコメントをしてもらえると嬉しいです。またの動画もお待ちしております。